俺のプロレス人生23年間24年目を迎えようとしている。その中でも俺のミスターポーゴの代名詞、究極のデスマッチ、世界で最も危険な団体であるウイング、そして俺の集大成がここにある。テイカーデスマッチ、ずっと昔にアメリカのヒューストンで確か和風マクダニエルと誰かがやったってことを俺は見てないけど、まあ聞いたことあるんだよ、それを日本に持ち込んで日本で初めての棺桶デスマッチ、それを俺がやることになった。相手はジェイソンだから。だけど俺はな、対戦相手よりもその棺桶の方が恐怖心が強かった。気味が悪いよ、あの棺桶。日本で初めて、また俺にとっても初めてのデスマッチ。あんまりやりたくないな、ああいうデスマッチは。Jason! This is not the movies! You're not in Hollywood! This is professional wrestling! Mr. Pogo! And we're gonna bury you in the casket Undertaker match! You made a bad time.
I'm sorry. I let you all down. Sayonara. これが俺様の、そしてウィングのデスマッチの1ページだ。